おはようございます。今日は何曜日だっけ。金曜日だ、はい、祭日明けですね。朝シリに温度聞いたら19度ってなってまして、ウィンドブレーカー着ずにトレーナーだけで出てきました。ちょっと風吹くと冷たいんですけれども、でもトレーナー1枚で、まあ、T シャツ着てますけれども、それで済んじゃいます。もう11月も24日ですもんね。もうそろそろ冬に入る時なのに、ああ嬉しいです。あったかいのは好きですから。暑いのは嫌だけどね。みーちゃんもう信号変わっちゃうから、おやつは渡ってからにしようね。昨日ですね、もう風強いね。昨日みんなで山形のご家族と妹家族とご飯食べたんですけれども、僕がテレビ画面を背にして、食卓向いてたんですけれども、テレビを見ながら体をひねってテレビ見てたり、そんな時間が長かったせいか腰ひねってしまいましてね、今日は腰痛いです。ずっと変な体勢でテレビ見ながらご飯食べてたこともあるのかもしれませんが、足ちょっと痛いです。エリカちゃん、スナックエリカだよ、はい、今日来てる子の、長女エリカちゃん、はい、喜んでくれたでしょうかなんだっけ、そう、それでね、ちょっとね腰が痛いです。今日は左足がしびれてる感があるんでね、大事にしなきゃいけないなと思っております。わあ、ずいぶん広く解体されちゃったね。マンション14階建てだって、67世帯、すごいのが建つんだね。はい、今神社が日当たりいいね。お参りしていきましょう。病気治りますようにってね。昨日天気予報見てたら、今日まで暖かくて明日から急に寒くなるらしいですけれども、今日の最低気温よりも明日の最高気温の方が低いという、すごいどういうことって感じですけれども、本当に冬が来ちゃいますよ。本当に風邪などひかないようにしましょうね。免疫力は体温が高いほど強くなりますから、体温を維持しましょう。酒々井パーキングエリア来ました。今ねコーヒーを頼んでます。よいしょ。みーちゃんおやつ食べた。それから今日はね香取神宮に行ってみたいと思います。寝てます芝あかりくんサボってます。目つぶってますね。みーちゃん、芝あかりくん来ると逃げるからね。あったかくていい日です。明日から寒くなるってからね。口なんかつけてますよ。お口なんかつけてますよ。ゆみちゃん。ちょっと蜜が垂れちゃいました。昨日川崎からお土産でもらった大学芋をお弁当で持ってきたんで、
ただきます。香取神宮にはついてます。で食べよう。リュウ、タルコさん歩けるでしょうか。なんかこの辺の店が全部開いてるの見たことないね。いつも閉まって、平日しか来ないからね。うん、なんかすごい昔の家って感じ。旅館なのかな。前はね、こうやってはいないんだろうけどね。普通の家じゃないよね。暑かった。ワンコの声してる。お兄ちゃん立派だね。あ、さこの参道をぐーんと登っていきます。もみじが黄色、赤と色づいてます。綺麗だね。いろんな菊が飾られてます。お城になってるね。立派な木がいっぱい。これが御神木かな。あっちかね。じゃあお参りしましょう。血の輪はまだ作られておりませんでした、残念ながら。泊まってられたね。真っ黄色、上は赤いのも、もう結構赤くなってる、その辺。こっちのもみじは綺麗。緑から上の方行くと黄色赤あります。もうね、ここでねわらび餅買うんですよ。美味しいよ。はい、はい、ありがとうございます。これはこのままで大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。ほら来た、お団子買いました。焼きたてのみたらしとあんこ。和子さんはあんこ嫌いなんです。独占です。香取神宮帰ってきまして、陽子ちゃんをホテルでピックアップしてそのままお散歩来てます。二人姉妹一緒です。どっちがお姉さんでしょう。はい、で 3人でみみちゃん連れてお散歩行ってます。今日まであったかいんでね、よかったですね。足跡透けちゃって実家だからと思ったら、靴みたいなばっかりあって、靴がなかったのか。